the motherfucking dust kicker. Who can you trust? Do you have the heart to see a nigga before you bust? My name is はい、モコフィットネスです、今日はですね、中級者から、上級者、までに、一応フォーカスしたトレーニング、追い込み方の方法ですね、僕が最近ずっと試行錯誤をして、一応自分なりに編み出した方法なので、まあ参考までにということで、聞いてみてく聞いてみてくれると、非常に助かります。それじゃあ始めましょう。はい、ですね、突然もう冒頭からカミカミなんですが、ですね、以前から僕は週末、日曜日以外はずっとソロ練です。はい、だからまあ俗に言われるぼっちライダーですね。はい、そこでの、心拍を、追い込む、かなり難しいです。はい、そしてなぜ今回のその動画が初級者さんにフォーカスをしていないか、前回の、初心者さんに向けたトレーニングの動画なんですが、そこまで追い込まなくても、どんどんこう伸びていくのでいいんですが、ある程度もう上限に来ますとなかなか体力が向上していきません。まあプラトーと言われる状況が長く続きます。はい、人によってはその伸び悩みが、全然違います。例えばJ プロぐらいまで一気にぐーっと上がっていって、日本の国内のトップ選手で、のレベルまで一気に上がっていって、まあ、もちろんそれなりにトレーニング積んで、でそこからなかなか伸びていかない、はい、逆に言うとものすごいもっと下のところで、ホビーレースの大会ので、まあ、順位真ん中あたりで、体力がストップしてしまう、はい、そのストップしてしまってからの人に向けたお話になるんですよ。で、ストップしてしまってからどうするかというと、この間言いましたジャンクマイル、とかを、多く入れてももうなかなか伸びません。どうするかというと質なんですね。量より質になってきます。はい、で質なんですけど、僕の中での質は、パワーメーターを使っているんですが、結局のところ最後の限界を突破するところは僕は正直パワートレーニングは見てません。心拍を見ています。はい、っていうのも、一応いろいろなデータ、そしてそのスポーツ業界の、まあ、レジェンド、の方たち、はい、の、本などを参考にして考えていくと、結局のところ最後は心拍になってくるような気がします。はい、まず有名なところでいきますと、ボディービル、ボディメイクの世界で山本先生という方がいまして、大変もう有名な方で、この方も言っているんですが、結局その追い込むと決めた日に限界をちょっとでも突破しないと、少しずつ伸びていかない、はい、やはりその方も限界突破のことを言っています。はい、でとあるオリンピック選手なんですが、その方もやはり追い込むと決めた日はやはり限界突破させなきゃいけないということで、あとまだいますよね、スピードスケートの清水選手、はい、もう引退してしまいましたが、あの人も、田畑プロトコルというトレーニングをして、もう最後の1本目で本当、ブラックアウトするまで追い込む、はい、まあ、おそらくもう最大心拍までいってるはずです。はい、でその最大心拍まで持っていくときに、もうワットとか言ってる場合ではないです。はい、もうそういうもう数値を見れている状況じゃないところが限界突破のところだと僕は思っているんですよ。なかなかぼっちライダーでそこまで持っていくことはなかなか、実は、難しいです。一番楽してってわけではないんですが、この間行った練習会、
そしてレース、最後のスプリント争いするスプリント争いをするときは、心拍を見るととんでもない心拍が出ています。あれが限界突破に近い状況ですね。はい、ヒルクライムの最後のもがき、ああいうときもおそらく見たことない数字が、心拍が出ていると思います。それをいかに日々のトレーニングを追い込む日に、まあ、週に1回ないし2回、そこまで持っていきたいなっていうことを僕は考えて編み出した方法なんですが、まあすいません、話が長くなりましたね。はい、こんな感じです。結局のところ3分走なんですが、3分走といっても、こんな感じでレスト2分、そして3分のもがきが5本、そしてポイントなんですが、最初の4本目までは、最大心拍の、約 90%を目安に行きます。ここは僕はワットを見てます。まだワットを見れる、余裕が若干あります。はい、で心拍でトレーニングしている方は、まあ、90% を目安に頑張ってください。これでもかなりきついです、正直。で最後の5本目なんですが、ここがポイントなんです。オリンピック選手の方も、この方法を取り入れているんですが、僕はその方で、ヒントを 得ました、最後の5本目なんですが、3分の中の2分はその最大心拍の9割でいきます。で最後の1分なんですけど、ここでまあ踏み倒すんですけど、踏み倒す時に踏み倒せないんですよね。ソロだとやっぱり脳みそが、セーブをかけてしまいます。でそのセーブを、打ち切らないと、そのセーブを、脳みそのセーブを破らないと限界突破に行きません。でどう破るか、そこがみんな知りたいと思うんですよ。僕の方法はなんですが、その後のトレーニングはもうやらないというふうに決めます。もうこれが最後なんだと思って、踏み倒します。もうこの最後の1分をもがいたらもう何にもない、もうこれで解放される、だから踏み切らなきゃいけない。そしてその最後の1分なんですが、じわじわ最大心拍まで持っていくんではなくて、僕の場合は、2分やって最後の1分、もう突然スプリントみたいな、ダッシュをします。1分間も持ちません、おそらく、つか持たないです。はい、そこで踏み倒して、もう明日のことはどうでもいいっていうことを前提に、踏まないと、絶対最大心拍までいかないです。残り1分間持たなくても、それがの30秒でもう、踏めなくなってしまったとしても、残りの30秒間、レストしてしまうんではなくて、できる限り踏み続けてます。はい、だから2分間、最大心拍の 90% でラスト1分の30秒ぐらいもうフルもがきです。もうスプリントです。もう何にも考えなくてもいいです。もう頑張ります。でそのまま1分間いけちゃえばいいんですけど、まあいけないぐらい踏みます、30秒間で。もう30秒過ぎてくると、残りの30秒はヘロヘロで踏めないんですけど、頑張って踏みます。もうできる限り踏みます。そうするとその30秒間で最大心拍までいって、すぐには落ちていかないので、残りの30秒間もその最大心拍を、ギリギリ維持していきます。僕の場合は最大心拍は175なので、だいたい171、2ぐらいまでいきます。で残りの30秒間で若干170ぐらいまで下がるんですけど、極端に下がりません。できるだけ踏みますので、だから最大心拍、ほぼほぼ最大心拍1分間。はい、もうこれをやるともう本当にブラックアウト寸前です。はい、でなぜこんなことをしなきゃいけないのか、はい、まあ身体的な科学的な根拠もあるんですが、とにかく生命維持の、危機、ここまで引っ張らないと人間は成長しないそうです。なかなか、もちろん先ほども言いましたけど、最初の体力がない方は、
ほぼほぼ何しても上がっていくんですが、結構自分の中での上限が来てしまった方は、生命維持装置、生命危機状態まで持っていかないとちょっことずつ上がっていきません、僕なりのこうやった工夫した方法で最大心拍まで持っていきます、簡単に話していますが、これは強烈に危険ですし、その1分間もう本当に意識飛びそうになります。はい、そんな、追い込んだ練習でも5分間軽く流しますと、意外にまた、乳酸がクエン酸回路によってエネルギーに変換されていきます。そうするとなんと、そんなにブラックアウト寸前になったにもかかわらず、また再度中強度ぐらいのトレーニングは普通にまたできてしまいます。はい、そこから、中強度のトレーニングを再開するか本当にやめてしまうかは決めましょう。はい、その時の体調によって変えます。はい、まあ大体できます。そこまで追い込んで5分間大体レストすると、もうどんなトレーニングも手のように感じます。それほど追い込みます。はい、まとめますとこんな感じです。はい、何度も言いますが、その後のことは一切忘れる。もうこれをやったらおしまいだ。その後に微妙にトレーニングがまだ残っているっていう風に頭に残っちゃうと、必ずと言っていいほど追い込めません。はい、追い込める方は、この動画がすでにもうパスしてもらっていいんですけどね。僕はどんな状況でも追い込めるよっていう方は、いいんですが、僕はこんな方法で、すり切り一杯まで追い込めました。そんな感じで最近、僕がハマっている追い込み方の、ちょっとしたコツでした。はい、で今日の、内容がちょっとでも役に立ったらいいね、チャンネル登録お願いします。そして下の概要欄から SNS チェックしてみてください。それじゃあまたお会いしましょう。バイバイ。